お、随分とご機嫌じゃないの。なんでも収益化が復活したらしいですよ。この度は、前回の収益化停止動画やコミュニティで、いろいろ温かい言葉やアドバイスいただきありがとうございますなんだぜ。皆様本当にありがとうございました。本当に助かりました。ところで具体的にはどうやって解決したの？そうだな、せっかくだし同じように収益化剥奪されて困ってる方のためにも具体的に解説していくか。今年の6月からまたゆっくり動画の粛清が流行ってるらしいからね。これから坊主んだもんやボイロなんかも剥奪されていきそうな気もしますよね。勘弁してほしいのだ。それじゃあ私が具体的にどうやったか、解説していくぜ。よろしくお願いするわ。ってことでまずは解決方法の前にちょっと私の意見を述べたいんだけど。話したまえ。実はゆっくりが剥奪が多いってのは私もこのチャンネルをやる前から分かっていて。こんな感じで後ろの背景を動かしたりマリサや霊夢に動きをつけたりいろいろ工夫していたんだよ。動画に動きがあれば剥奪されづらいっていう情報があったよね。あとマリサさんや霊夢さんが両サイドにいる形が剥奪されやすいっていう噂もありますよね。ああ、そこに気を使ってこんな感じで私たちを大きく画面に出したりしてる方も多々いるけど剥奪される人が多いみたいだ。もうその手の手法は効果がないってことかな。あるかないかはわからないけど、やらないよりはやった方がいいかなってくらいかな。だとすると具体的にはやっぱ私たちの機械音声が引っかかってるんですかね。ああ、AI が機械音声部分を検知して、剥奪の対象にしてるんだと思うぜ。だとしたら今のところなすすべなしなのかな。まあ今のところはそうだろうな。マジかよ JK。まあ、とはいえ復活した時に YouTube 側からメールが来て、AI によるご判断を改善していくって言ってたし多少は希望は持てるのかもな。そうなるといいですね。で、そろそろ解決法を教えてよ。OK、それじゃあここからは私なりの解決法を教えていくぜ。これを見て困ってるゆっくり投稿者が少しでも減るといいわね。日本独自のゆっくり文化を絶やしてはいけませんね。少し前に商標登録の件もあったしな。あれは一体何だったんだろう。さて、この令和の時代を生き抜くために大事なこと。そう、それは情報だぜ。ドクターストーンでもそんなようなこと言ってたね。まずツイッターの、チーム YouTube の方に連絡するといいっていう情報を得たので早速してみたんだぜ。結果のほどは？10秒もしないうちにテンプレ回答が来るだけだったぜ。ご情報だったのね。2021年くらいまではそれでなんとかなったケースもあるんだけど、今はダメみたいだな。っていうか専用の窓口がないのが大問題だよね。チーム YouTube も窓口ってわけではないですし、うちらに言われてもって感じですもんね。まあそうだな。で、次に調べてわかったことが、どうやら今は弁明動画なるものを5分未満の尺で撮って送らないといけないらしいんだ。具体的にどんな内容にすればいいの？おそらくゆっくりで剥奪された人のほとんどが、繰り返しの多いコンテンツか、再利用されたコンテンツだと思うんだけど、そうじゃないことを証明するための動画を作れって感じだぜ。内容はこんな感じで、特に重要なのが、英語、ヒンディー語、ベンガル語のナレーション、もしくは英語の字幕がついてるってことだぜ。英語なんてできるわけないじゃんクソが。そんな霊夢のために今時便利な翻訳サイトがあるから安心しろ。ちゃんとした英語になるの？翻訳サイトのコツは、できるだけ短い文章にすることだぜ。それと、一度日本語から英語にしたものを、さらに英語から日本語にして変になってないかチェックするんだ。ふむふむ、Google の翻訳機能で十分だと思うぜ。それからもう一つ重要なことが、前回の剥奪動画でも言ってたことなんだけど、視聴者の皆様からフィードを送信してもらうってことも重要になってくると思うぜ。ちゃんと人が運営してるチャンネルってことの証明になりますもんね。その動画でやり方を説明してるので見てほしいぜ。それからフィードを送ってくださった視聴者の皆様、本当にありがとうございました。視聴者様の優しさのおかげだね。本当に嬉しかったですね。それじゃあここからは弁明動画の作り方について詳しく説明していくぜ。まず弁明動画は、ガイドラインにも記載されているこれらの項目について弁明していかないといけないんだ。こんなにあるのね。そして何より一番面倒くさいのが、本人自らカメラに映って自分の声で動画を作るってことだぜ。ここのオープン主の、地獄のような絵面とナレーションが出来上がるじゃないですか。まあ確かに地獄だけどこの動画は限定公開で YouTube 側にだけ URL を送ればいいだけだからそこは我慢してくれ。そもそもゆっくり動画を作る人って自分が映ったり喋るのが嫌だからやってる人も多いもんね。そしてもう一つのポイントは、動画の冒頭30秒に自分のチャンネル名と URL を必ず記載しておくことなんだ。最新性の説明にも書いてあるから必ず入れるようにしてほしいぜ。OK。そして冒頭の自己紹介でちゃんと人間が作ってることを証明したら、あとは画面を録画して自分の声で弁明していく形になるぜ。自分を撮ったり画面を録画するのってどんなツールを使えばいいの？自分を撮るのはスマホで十分だと思うぜ。画面録画に関しては、私は OBS っていう無料のソフトを使ったから、概要欄に URL を貼っておくので参考にしてみてほしいぜ。OBS で録画する際自分の声のナレーションはどうすればいいんですか？スマホで撮ったやつと合わせて声だけそれで出しても大丈夫だと思うし、マイクを持ってる人は OBS の設定でマイクにできるぜ。こちらのマイクの設定も概要欄に貼り付けておくわね。
ってことでここまでのポイントをまとめると、視聴者様からフィードを送ってもらう。弁明動画は英語字幕にする。冒頭30秒のチャンネル名と URL の表示は忘れずに、ガイドラインの5つの項目に沿って弁明していく。必ず制作者本人の姿と声を入れる。ってのが今現在は一番大事なことだと思うぜ。逆にこれらを満たせば復活できる可能性が高いってことだよね。100% そうとは言えないけど可能性は高いと思うぜ。じゃあ最後に私が実際に YouTube に提示した弁明動画を流すから、参考にしてもらえると幸いなんだぜ。軽く放送事故になりかねないのでモザイクと、声はボイスチェンジしてますが、実際は無加工で提示しましたので参考にしてください。それから動画内の台本についてはアップの仕方がわからないので、私の Twitter まで DM を送ってもらえればお渡しできるので、困ってる方がいたらご連絡よろしくなんだぜ。どう説明したらいいのか困ってる方は、この台本をそのまま自分のチャンネル名等に書き換えて使用してくださいね。今回この動画自体特に台本なしでそのまま作っていて、細かい説明が抜けてるかもしれないから、わからないことがあれば私が答えられる範囲で教えられるかもしれないので、DM など送ってほしいのぜ。それから今後についてはどうするの？もちろんゆっくりが好きな人はマリサと霊夢を見に来てるわけだし、このままのスタイルで続けていくぜ。次また剥奪されたら少し考えるかもしれないけどね。私たちもいよいよ引退かと思って焦ったわ。そんなことするつもりはないから安心してくれ。それじゃあ弁明動画とともにお別れだぜ。ゆっくり美術館チャンネルを応援している動画投稿者のゆうりと申します。今回 YouTube 様からコンテンツの繰り返しということでゆっくり美術館の収益が無効化になりますというチャンネルの収益剥奪の制裁を受けました。今回は動画を送信して再審査請求を行うということで5分の動画を投稿して YouTube 様に弁明をさせていただきます。ということでまずアドセンスのガイドラインを参照にしながら説明をさせていただきます。まずはウェブサイトやニュース、フィードのテキストなど自分で作成していない他の資料の内容を読み上げただけのコンテンツということなんですけれども、今回こちらが私が動画制作するにあたってゆっくりムービーメーカー4という動画ソフトを作って作成した編集中の画面になります。こちらはもうすでに投稿した動画の編集中の画面となります。今回お見せしているこちらなんですけれども、こちらは全部私が考えたオリジナルの内容となっております。こちらに付随してこんな感じで結構膨大な編集の苦労と労力をかけて編集しています。そしてこのゆっくりムービーメーカーというソフトを使ってこちらのゆっくりマリサとレイムに言葉を喋らせる形で動画を進行しているんですけれども、これらも全て私が自分で考えた内容のセリフを喋らせております。この音程とかスピード、音量も私が考えて動画にしています。こちらですね。技術がないんだ。北欧神話は高尚で、しかも断片的に伝えられてきましたし、謎な部分が多いんですよね。残念だよね。こんな感じで私が考えた全部セリフを読み上げてもらってます。その証拠としてこちらが私が書いたメモ帳に書いた台本です。これは全部私が考えてこの内容を読み上げさせて動画を作成しています。これも全部一つ一つ1000文字、2000文字以上の言葉を自分で考えて読み上げさせているので完全に自分のオリジナルです。全部私が考えて読ませております。なのでこの自分で作成していない他の資料を読み上げるだけのコンテストがそういったことには一切該当しません。次に音程や速さを変えているがそれ以外はオリジナルと同じである曲、そのような音楽は投稿しておりません。次に教育的な価値が低く解説や説明が少ない繰り返しの多いコンテンツ、または漫然として意味のないコンテンツと記載されていますが、解説説明するにあたりこれだけの膨大な量の文字を書いていてこれで解説が少ないっていうのはまずないと思います。繰り返しっていうことなんですけれども、動画内で繰り返しとして流れているのがこのエンディングシーンや挿入シーンになります。こちらですね。このエンディングはいろんな動画に含まれていますが繰り返されているのはこのエンディングと挿入シーンのみとなります。次にテンプレートに基づいたコンテンツ、大量生産されたコンテンツ、またはプログラムによって生成されたコンテンツ、さっき見てもらったんですけれどもこれはプログラムでも何でもない自分のオリジナルで考えた内容です。自分で動画を編集しております。次に説明、解説、教育的価値が最小限、または皆無の画像スライドショーやスクロールテキスト、これに関しては私の投稿した動画を見てほしいんですけれども、例えば160万再生あるこの動画ですが高評価率は
95.2% を記録しております。それ以降の動画でもほとんど 97% 前後の高評価をユーザー様からいただいております。このユーザー様からの評価によって価値のないコンテンツという風な位置づけはおかしいんじゃないかと思います。以上で私のチャンネルはこの収益化が許可されない例のいずれのものにも当てはまることはありません。この動画を見て一度確認していただいて再審査をよろしくお願いいたします。以上です。てな感じで少しでも参考になれば幸いだぜ。それじゃあバイチャ。